ではやります。はい、録画始めました。ということで今日最終日、キャンサーのアートオーガニゼーションキャンサー、の、ザ・メカニズム・オブ・リゼンブリングの、ファウンダー、僕はファウンダーということで名乗っているので、アーティストのトークの最終回、5人目ですね。はい、伊藤信明さんです。どうもよろしくお願いします。まあ、最終日ということで、はい、まあ、昨日、おととい、おととい、小林康夫さんと渡り海美術館で、トークしまして、そうね、はい、で、昨日はオンゴーイングで有賀慎吾、メンバーの有賀慎吾と組んで、全員でトークをするということ、3日連続ですね、はい、でだったんですけども、この動画はいつもアップしてるわけですけど、はい、最もラフだけれども、最も深い話ができるという、まあ、そうだね、できるだけ、だと思いますので、それに合わせて、もう、はい、コンディションを作るやりましょう。はい、ということで、伊藤さんの作品、今回ね、伊藤さんの作品だけね、僕が ある意味でかなりキュレーションしたんです。したんですね、ある種キュレーションしたっていうか、ところが大きい。つまり、他の作家は全員、新作なんですね。で、何が出てくるかわからない状態で、あなたとあなたが1回、Q 君とアルシン1回でね、五郎君、菅君2回で、伊藤さん3回と、という形で、動線を作ったんですよね。はい、その中で伊藤さんの作品は、個展があったっていうことが大きかったな。本当に新作作ってほしかったんだけど、個展が重なってたので、じゃあもう伊藤さんは過去作というかこれまで作ってきた作品だけれども、ただ違う見せ方でやろうと、で、複数プロジェクションプラス音を重ねた上で、全体に3回、3フロア全てに音を流してほしいというふうにお願いしたんですけど、まず草のアイデアで、この展示をしてみてどうだったかというのをまず伊藤さんに聞いてみていいですか。この見せ方はしなかったわけだけど、これまでしてなかったわけだけど、いや一応でも2画面でやることはギャラリー16でもやってて、京都もね、でそれ自体は、こういう反応が来るなっていうことと、こういう見え方するなっていうのは、大体予想がついてると、それ自体はね、ただ1回まで、動線を流して、スピーカーつけて、っていうのは、軽く触らないで、で、それも、5年分のやつを完全にサウンドミックスにして、全部合わせてくださいっていう、そうだね、全部、そうっていうのもアイデアで、それは作って、すごくしっくりいったっていうか、別に何も抵抗なかったら、いいよ、いいよ、普通、こういうふうに作ってくださいって言われたら、まず、作んないんだけど、断るでしょ、断るか、なんか、いやー、とか言うたり、よくお肉の作品とかも、僕が叩きたいとかいうのも、時々あったり、それはそれですごくありがたいことなんですけども、自分の中のコンセプトとすごいずれたりすると、一切、動けなくなっちゃうんで、納得しないと思います。なるほど。僕はちょっと意外だったんですよ。つまりね、この伊藤さんだけはかなり僕が手を入れたっていう、僕ね、普通のキュレーターと違うみたいで、というのが僕自身はキュレーターと仕事することがないから、他のキュレーターがどういう仕事してるか全くわからないんだけど、僕はなんかね、ただ単に変な言葉をこう俺の間パーンと投げてくれるんです、であとは面白いことやってっていうことしか言わないので、でも伊藤さんが 2回連続で出てもらってる牛窓芸術祭とかでも、基本的には伊藤さんの肉を毎回2回出してもらってるんだけど、ただ何を出してたら僕言ってないんだよね。ただ肉が好きですって僕言っただけなんだよね、実は一番初めから。その上でロケ地とかは、伊藤さんがやりたいところで合わせていくっていう、これだし、今回の展示でも、何やろうか全然分かんなかった、だから最後まで全然分かんない状態でやってたんですけど、伊藤さんはかなり僕が言ったので、で伊藤さんを説得するのが僕一番難しいと思っているので、そうなんですか、全然楽で、そうですか、伊藤さんすっごい僕難しい人だと思ってるから、いいんですよ、人間的に。人間に楽だよ。楽だよ。そうかな。そんなに僕は楽だよ。分かりやすいよね。個人にちょっとアートゾーン の、学生たちが、大体10名ぐらい来てるんですけど、だからすぐね、ああいいですよって言った時に、そうなんだっていう
感じはあったっていうのはまあ一つあったけどね、うん、まあね、うん、それ多分ちさがやろうとしていることはこの構造をね、うん、で、まああの建物を構造化したら、うん、すぐ水槽がついたから。なるほどなるほど、うん、あここはギャラリーの特徴はやっぱり3フロアに分かれてるってことだったから。そうだ。でまあ普段はこのフロア使ってないのよね、うんうん、展示では使わないで次回からも使わないはずだけど、うん、まあ僕は3、うん、やっぱり3に分けなきゃいけないなっていうのは、うん、まあ、いろいろ構造の中で思って、うん、というかまあキャンさんのメンバーにちょっとあのはまあもっともっとこう広い、ね、空間が本当に一人ずつ与えられるっていうのがあの、うん、まあ、必要、今後必要になってくるとは思うんですけど、うんうん、この空間の中でベストな回答を出すときに、うんうん、やっぱりねあの僕は、うんうん、まあ、伊藤さんで、うんうん、あのかなり予防線を張ったっていうのは、あ、それは、ね、感じる、ね、うんうん、だから、うんうん、どんなにバラバラになっても、うんうん、必ず軸は通すっていうもので、うんうん、伊藤さんのところにした、うん、そうね、うん、結構お願いした。そうそう、だからこう一番上の部屋を、うん、ジャズで意外と5人なんだよね。ずっとさ、なんかさ、7人くらいいるかなと思って、うん、7人いるよ。いや、7人はいるんだけど、作家がな、うん、作家が5人、作家が7人か8人くらいいるかなと思ったら、うん、数えたら5人だったんだよ、意外と少ない1人は俺だし、そうそう、一人なんかパートナーよくわかんないし、うん、っていう人がいるし、あれ5人しかいないんだって、ね、まあでもそこの中で、まあ、3部屋があって、一部屋も贅沢に使わせてもらってっていう、うん、でもそれはなんでだろうっていうのはもちろん思うわけで、うん、で、じゃあ僕の身体を、うん、まあ、使って、うん、おそらくなんかこう軸を落としたかったな。そう、まあ、文字通り、うん、文字通りあの、まあ、線紐で通ってますもんね、1回まで。それはでしかもあの下から Q 君の作品で上まで、まあ、もう一本別の線が通していると、まあ、外からの見方外からね、うん、だからそういう意味では例えば中内部の作品をどういう風に出そうが、まあ、軸は通るっていうのは、うん、っていうのはまあ理解できたんで、まあ、そのまあ文章ではなくね視覚的にとか展示プランとしてあの視覚的にイメージできたので、そこに対しては別にああそうですかって感じ で、うん、で結果的にねやっぱりねこんなにテーマがね、うん、明確に伝わるとは僕思ってなかった。実はあそうなの、でもねあの身体というもの以外のテーマを、うんうん、あの読み込む、うん、あの言った人今のところいないのよね、うん、まあねまあね、で、あそうなんだっていうか、これが結構伝わりやすいんだなっていうのは、やっぱりさんはさすがだなと思いましたね、あの作品にちゃんと伝わるんだなっていうのは。うん、ただ、うん、もう伝わるでしょ。あそう、逆に言うと、俺、硬すぎるかなと思ったね。あそう、うん、もうちょっとね、やわくした方がいい。いや、ちょっと、いや、安泰に流れたというか、まあ、それはある。うん。うん、いや、でもそれは悪くないんだよ、うん、否定的なんじゃないんだけど。安パイじゃなかったらもっと安パイでよかったよねって言うと思うんだけど、うん、それね俺ねあれなのよ、今日話す、まあ、今日話してもいいけど、うんうん、いいよ、まあ、ちょっともうちょっと後にしようかな、うんうん、あだからねあのリュウさんが言ってたのが正しいと思ったのよね、うん、僕あのリュウさんが連続でツイートしてたのは非常に正しいと思ったんだけど、うん、ただあのやっぱりねあの、うん、俺はやっぱこうテーマが通ってるのは伊藤さんの音だと思ってるのよ、まあねまあね、で、うんうん、あの認識1回に音が流れてるっていうことまで気づく人ってものすごく少ない、うんうん、ものすごく少ない、うん、であの、ね、気づかれないことってねあの結構あってね、うん、気づくだろうと思ってて気づかなかったことっていうのの一つは、うん、RC のあのポジションが一つ、うんうんうん、ともう一つはあの伊藤さんの音、まあね、圧倒的に気づかない、これ言わないと気づかない、うん、ほとんど、うん、で降りるときに、まあ、スピーカーあって、うんうん、何の音だろうなと思っちゃう、うん、まあねまあね、うん、でこれ見てるのに何の音だろうなと思ったりするらしい、うん、ただその音が実は常に天井を見てるところに、うんまあ、小さくでも流れているので、うん、それはすごく大きい影響を及ぼしただろうなと思ったので、うん、それは通してよかったなと思いました、ね、実はあのラジカセから出てるよ、そうそうそう、うん、実際にラジカセにアンプ通して、うん、そこから流してて、うん、この下の音しなんですよね、うん、まあよかったなと思いましたこれは。伊藤さんの作品は、まあ、その肉って言ってるけども生きてる生きていない、そう生きていてね、うん、そうそう肉の作品ってよく言われる生きて生きてないっていうか、あの東京ではね本当に肉の人になってるからまた、うん、これやばいね、うん、やばくはないと思う、うん、
ね、これ見せれたらいいんだけど、うん、あの本当のアートとは何かについて。あ、それはなんか知ってるんだ。あ、そうそうそう。なんでだろう。なんかまあそれもまあぼちぼち人気だったんで、うん、と人を芸術家として洗脳する作品だったり。それも見た。なんでだろう。多分何かだよ。あれ。うん、どうやってる。メイキングルームで。あ、見たかも。あ、見に行った。あ、うん、見に行った。うん、自撮りでやってる。そうそうそう。そうそう。だからそれとかで、もともと作品全然作れなくて、作れなくて、うん、あんまり偉そうに言ってんだけど、作れなくて、うん、ダメなんだよね。作れない子なんだよね。うん、それは大問題ですよね。うん、今、調査の問題として。うん、まあ、これからも変わるみたいだから、それでも、うん、ちょっとね、もう少しラフに作っていくことになって、うんうん、あんまりこう、ガチガチに固めないとですね。ちなみにこのお肉って2012年からやってるんですけど、うん、構想ってどれぐらいしたんですか。構想はね、うん、これね、すごい早くて、あ、そう、うん、これは多分ね、1週間くらい。あの、その時って伊藤さん、一番当初はどういうコンセプトで始めたの、うん、いや、一緒どこまで、あれ、何だったっけな。いや、もうね、ほんとね、俺ら年になったから忘れるのよ。いやいや、覚えてる。覚えてるの？うん。あのね、2012年で、うん、アクアで、うん、メティスっていう、メティス店っていう店なんかがあったのね。うん、で、うん、それでまあ伊藤さん出してくれって言われて、うん、で、その前の、うん、9月にアクアで補填してたの。へぇ、そうなんだ。そうそうそう。それは預言者ですね。へぇ。で、預言者っていう手に、私は本当に預言者ですっていう人を見つけて出して、その人の信託声をね取らせてもらって、その人の声に自分の手を当てた作品。うん、今ああ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 神託に神様のようなマリア様のようなって言ってる作品を出した後に、それ見て、あ、じゃあ伊藤さん続けざまでお願いって言って、半年後ぐらいに言われたのね。うん、でそこからどうしようかなと思ってて、うん、なんかこう死にまつわる作品、その直前まで、葬儀屋やってたから。やってたよ。そうそうそう。で、葬儀やってる時は逆に死にまつわる作品作れなかったのね。うん、それはまあいろいろ理由があるんだけど、あまりにもこう遺体を触りすぎてて、それがあまりにも普通になりすぎちゃってる状態だから、作品にするにはちょっと距離が近すぎたっていう、っていうことで、作品はまあもちろん僕の中の問題なんだけど、むしろこれから葬儀屋に勤めるぐらいの時に一緒に展示しておきます、ね、そう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 。ちょっと友紀さん、後から質問してもらって。友紀さん、喋っちゃうけど、うん、で、そういった経緯があって、で、それはベースにあるのと、あと木の下だったけど、2011年に、まあ、震災がもちろん、3.11 があって、っていうことで、まあ、1年経ってね、ちょっと1年経って、いろんな形で、まあ、生と死だったり、あれが 3.11 の作品ではないんだけど、うん、まあ人間の死を全部引き受けるっていう形で何かしらできないかということと、自分が生きているということを引き受けるにはどうしたらいいかとか、生きていることを他人に伝えるにはどうしたらいいかとかをいろいろもやもや考えた結果、あれになった。そのきっかけはあの形になる。あの形になるまでは、本当直前までいろいろ考えた。もう本当にね、うん、フライヤーの段階では謎の骨持ってるわけ。全然で、これもちょっと見たいな。うん、で、最初ね、骨に風船つけるとか、そんなレベルのこと考えたら。分かんない、骨に風船をつけるってどういうこと？骨に大きなバルーンつけて、骨を浮かせるみたいなことを考えてて、俺、なんでそう思ったか分かんないんだけど、だから、いや、プレスリリースかな。伊藤さんらしくない作品だけど、うん、ああ、そういう、そう。で、ちょっと伊藤さんらしくない気がするけど、そうなの、うん、で、骨を、うんうん、なんかね、持ってんね、イルカの骨。イルカ？イルカの骨ね、イルカの骨拾ったんだよ。うん、ずっと一緒に全然おかしい話。どこで？海で。あ、海で。なんでイルカの骨って分かったの？だってイルカの形してるの。うん、あたそんなでかいの？いやいや、これ持ってんの。子供の？子供ではない。ね、和歌山の方で太地町って知ってるの？うん、知ってる。あの神戸とかで、まあ有名な、あの辺の、うん、とかやっぱりイルカがやっぱいるのね。うん、で、その骨がもう完全に波打ち際に捨てられてて、ものすごく綺麗なのね。うん、それ持って帰って、
で、まあ、山は山で小鹿の骨とかも拾って持って帰ってきたりするんだけど、でそれを使って何かできないかなって、まあ、まあその造形自体が綺麗だからさって思ってたのね。でそれで新松から作品作ろうかなっていうことで、うん、だから最初のプレスリリースの段階だったら、うん、イルカの骨を裸で持ってんの中谷が何かプレスリリース用の写真くださいって言われて、だからもう1ヶ月前だよ、だから1ヶ月ぐらい無能あれからさ、ちょっとなかなか持ってんの、で、なんかこうね、まあ、死にまつわる作品を作るって決めてたから、と精神にまつわる身体にまつわる作品を作るって思ってたから、あ、そう、どうぞ、そうですね、だから、あ、どう、じゃあ食べますか。で、お菓子が回ってきます。待って、食べたら。タカさんっていうの、学生さんが。あ、タカさん。お母さんが持ってきてくれました。ありがとうございます。お母さん。ありがとうございます。三越の美味しい、じゃあすげえうまいんだけど。僕らのアートの仕事では買えない。普段は食べられない。美味しいお菓子。健康に。うん。それで、骨を持った。持って、で、取ったのはいいんだけど、で、それを送りつけて、で、そのキュレーターの森山さんで今横浜美術大学で見てはる森山さん、はい、若いよ、そう、若いと同じくらいですか、若い、まあ、兄貴って感じの、で伊藤さんが変な画像送られてきたぞって、でもこうリアクションできないからみたいな、でっていうのがあってからの、まあ、お肉で最終的に何かのお肉で、でいろんなものが考えてるときに、まあ、あるときにスパークするんですよね。まあまあ、降りてくるとか、まあまあね、いろんな作り方ってあるじゃん、盛んに、うん。スパークしたの。スパークするね。あ、うん、これみたいな。ピカーンって、本気でシンプルで、うん、そう。そう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 。で、まあでもそれは、そのときまた紙あった。あったね。だから初回のやつは、いや、紙は今もあるよ。あるのか、うん。ないんじゃないよ。あるよ。あるか、うん、あるよ、少ないだけ、刑事上学的に、刑事上学的、いや、そうそう、毛根はあるから、なるほど、刑事上学的紙か、うん、うん、なるほど、いやいや、今日のテーマする感じ、で、からの、で、まあ、実際僕自身が、まあ、まあ、その時ぐらいからやっぱ太り出してきてさ、横のさ、この脇バッパーがね、まずバッパーか太るの、で、それはね、今国分さんとか来てくれたけど、うん、このね、このラインがねみたいな感じで、そうそう言ってた、やっぱ脇が、脇っていうかこの横っ腹、うん、これはすごい結構ファンがいる、で、肝あのファンって腹にファンがいるんで、これで、なんで、何だったっけ、違う、まだ肉出てきてないじゃん、いや、で、そっからなんかで、ね、なんか肉だなと思って。だからさ、スパークするんじゃないの？ OK。で、なんか肉だと思った。うん、そうそう。思って、うん、で最初は棒で叩くやつだったの。で、それでも、その時は。棒って普通の棒？そうそうそう、棒。棒買ったの。棒も、なんか伸ばし棒買って、そばかなんか伸ばし棒みたいな。ああ、うんうんうん、うん、あ。なんていうかな、わかんないけどね。うんうんうん、わかるよ。で、うん、あれで叩いて、うん、で、それ昔が心臓の音を作る、まあよく言うじゃん、今もね。心臓の心拍の音を映画再現するときに、まあ、叩いて加工して作ったっていう歴史があるのね、うん、でそれを、まあ、そこから着想をもちろん得て、で何か、だから完全棒なわけ、あ、棒を用意してる、うん、だから本来はあれは棒で叩いてるその心拍音を再現するっていうところ、うん、でだから棒を買ってやったんだけど、うん、棒でやったときにね、なんかね、あ、やってるんだ。やってんだよ。え、やっぱあのでかい肉で。あの肉。あの肉の前にやってんだよ。あの形なんですか。もう、あの映像もできてるの。あの日。で棒を。同じ日？同じ日に棒、いやでも、で棒を叩いてガンガン叩いて。ただね、すごい肉をいじめてんのね。あ、肉暴力になったんだ、肉を切開してるの、すごいすっげえ面白いそれはすごい面白い面白い、分かった、面白いと思ってるんです、素晴らしい、うん、なるほど、嘘だけだと思うんだけど、いや俺もものすごい分かったなるほど、で時に、あ、でもなるほど、引き受けてないんだと思ったわけよ、それ覚えてる、覚えてる、うん、で棒じゃん、
完全一方的に折檻するのよ。ダーンダーンって。うん。でもそれってやっぱ違うなっていうのと、あ、聴診器はもう合ってたんだ。あ、でも完全に一緒一緒。で、やっぱりその手に血がつかないといけないなっていう。うん。って思ったのね。で、それであの形ができたわけ。だから、あの出荷のやつは7分ぐらいしかないわけ。それは、もう、あ、やってるからか。そう、7、8テイクやってるからさ。もう持たなくてさ、体が。うん。それ非常に面白い。うん。そうそう。いや、棒で叩くと暴力になったのが、死んでいる肉でも。そう。しかしながら、自分の素手で叩くと、これね、暴力的だっていうふうに感じる。いないね。全くいない。うん、で、俺も感じて、全く考えたことがなかった。これ、あの作品と暴力を結びつけて考えたことは全くなかった。そうなんだ。しかし、やってることは、叩いてるから、うん、殴ってると言ってもいいわけ。殴ってるって絶対言わないです、ね。言わないです。誰も言わない。叩いてる。そう、叩いてる。必ず叩いてるというね。うん、だから、では個人的に、ね、いや、もちろんさ、叩く時の気持ちとしては、心臓マッサージしてるよ。うん、だから自分の心臓だから、自分の心臓をここに移してるから、自分の心臓で自分のエネルギーを、うん、だから心臓マッサージだよね、うんうん、にやってる気持ちはあるよ。だからその辺見えないっていうのあるかもしれないんだけど、やってることはでも殴ってんだよね。それは非常に面白いな、うんうん、ありがとう。あのね、うん、なるほど、うん、すごく面白いな、あのね、うん、どういうふうに話そうかな。これはちょっと今気づいた、今いろいろ結びついてきたので、うまく話せるかわからないんだけど、うん、あのこれまでのトークでね、うん、まあ、いろんな話をしたので、それを結びつけながら話しますとね、須賀君のテキストで、僕一番初めに、うん、あの猿は棒なんか投げてないんだっていう入り方をしてるのね、はい、あれもちろん2001年宇宙の旅なんですけど、うん、だから人間、猿から人間になるときに一番現象的なものを、うん、あ、まあ、棒だとか石だとかちょっと忘れたけど、なんかのものを投げて、うんうん、でそれが暴力の象徴として、うん、あ、現れ、まあ、表彰したわけだね、うん、簡単に言うと、まあ、そうだね、うんうん、で僕はあれが人間の始まりだというふうに、まあ、解釈したとしてね、うんうん、僕はうん、人間が始まったのは、というのか僕は人間の定義をほとんどアートと同様に考えたいという欲望があるので、まあまあね、それは正しかったと別として欲望があるので、うん、それに合わせて解釈したときに、うん、おそらく人間は棒を投げたのはアートとは呼べないから、まだ、うんうん、投げただけだと、うん、で何が一番初めのアートなんだろうっていうのをずっと考え続けてるんですけど、うんうん、その時に、うんうん、これは誰、Q君と話したのかな、うん、誰と話したか忘れたけど、うんうん、あのおそらく棒で地面に線を引いた時だろうっていうふうに僕は考えてます、はい、で、その時なぜ棒だったんだろうっていうのを再度考えてるんだけど、うんうん、つまりね、何か道具を持つということはそれすなわち、やっぱり暴力になるわけよね、はいはいはい、海外じゃなくてもいいけれども、芸術作品というものは常にアーティストが暴力的に振る舞っているというふうに僕は思っているんですよ。まあそうだよね。あの見る見られるとか、まあ、作ることだってそうでしょう、うん、あの物自体を、うん、こうちょっとさ、この今の話題に引きつけて言うと、物自体を暴力しているわけでしょ、うんうん、まあね、まあね。でそういう暴力を我々は振るっているし、鑑賞者に見せるということも一方的に見せるわけだから、圧倒的な暴力として現れているわけね、うんうん、で、そうではないアート、うん、っていうか、だから僕の、うん、アートというものはそういう暴力的、暴力であるというのもやっぱり正しいわけ、うん、あ、だからもうごめんなさい、人間はが始まったのは暴力であるというのはそれはそれで一理あるわけ、正しいと思ってるの、うんうん、で、僕がアートと人間をイコールで考えるのも、それは暴力とやっぱり結びついてるわけよ、実はね、うんうん、なんだけど、伊藤さんの作品は素手で叩いていることによって、うん、暴力性が脱臼されている、脱臼だな、やっぱり脱臼されている。いやでもさ、うん、いやあれ見てさ、あの最初にリアクションで笑う人も多いわけ、うん、もちろんさ、ユーモアだっていう、うん、まあ、ちょっとユーモアだと思って作ってるけど、でもさ、笑うっていう、まあ、こちらが笑わせるっていうこと自体は、実は、まあ、同じく、ああ、ごめんね、食べきちゃったね、うん、カツミの
内容、うん、あの暴力だと思うわけ、笑わせること、笑わせる、ユーモアって何って聞かれたの、うん、まあユーモアそうだね、うん、何って言ったら、自分に強制的に顔を向かせる、まあ一つの暴力だと思うんですよ、うん、だから実はあれはすごく暴力的には見えないんだけど、もう笑った時点で常にあの顔面に引きつり起こしてるわけ、うん、まあ、よく言うじゃん、こう笑うっていうのはあの顔が引きつってるとかさ、もともと引きつってることから笑いが出てくるっていう、だからいないいないバーってして赤ちゃんがした時には笑ってるんではなく、まあ、怖がってるとかね、まあ、それ赤ちゃんないと俺も分かんないしさ、研究者じゃないと分かんないんだけど、ただ僕のユーモアで、うん、おいユーモアに関してはもうビールない、もうない、あ、ビールもうないね、うん、ごめんね、いいです、なんか飲み物が飲むあれだったかな、うん、っていう感じかな、うんうん、とは俺は思ってる、まあ、僕のユーモアの理解とちょっとそれ違うんだけど、うん、そうそう、いや、いいと思うよ、それで、あ、もちろんさ、で、まあ、伊藤さんが言いたいことは、うん、分かる、そういうふうに使ってるの、うん、だから伊藤さん、あの、人間の一番最初のアートって何だと思う、考えたことある、いや、なんだろう、いや、人間、人間じゃなくてもいい、それは、まあ、人間、え、アートですよ、人間じゃないの、ああ人間として、うん、いやいやいや、人間が生むこと、人間が生む人間じゃない、うん、セックスのことじゃないじゃない、子供出産とか、いや出産じゃないけど、いや、まあ、多分あの出産今ここ隣の人とか、え、隣の人とか、まあ、もう、まあ、分かんない、女性でも男性でもいいんだけど、うん、そういうことではなく、もっとこう作ったものみたいな、え、どういうこと隣の人がなんでアートになるの、いや、アートになるかどうか分かんないけど、美しいと思う瞬間は、あ、美とは関係ない、あ、美とは関係ない、あ、もっとあのテクニックが混ざったもの、それはどう理解したの、もし美を感じるとしたら、まあ、人だろうね、最初に、うん、まあ、美はなかったと思う、まあいいや、でも、まあ、いいや、美は僕は後に来てると思うけど、うん、まあいいや、で、うん、何だったっけ、アート、物、あ、物ね、うん、物に関してはどうだろうね、いや、残ってるのがたまたま壁画だからね、うん、それはたまたまだと思う、うん、それはほどでもね、あれも嘘よ、何が、一番初めのアートが壁画っていうのは 100% 嘘、まあまあ、どうだから、うん、あ、石じゃない、石、うん、そう、福さんのさ、そういったそういった石、あ、ゴリラの石さ、ゴリラの石あるよね、なんかゴリラみたいな石があって、なんかその石を持ってキュウ君がつまんないぞみたいな、違う、キュウ君疲れてるから、疲れてる、うん、むしろキュウ君とも喋れないけど、うん、まあ、いや、で、まあ、よりだから石をあのなんかあのなんかね、ゴリラに見える石がある、うん、すごい俺の解釈だけど、で、まあまあね、まあ、ね、まあ、すげえゴリラに見える、いや、ゴリラに見える石をどうしたの、石をなんかね、それが出土したんだよね、で、それがそこの地方にない石、うん、日本ですか、日本じゃない、あれはどこだったっけ、何万年前ぐらい、もう本当にだからあの壁画とかそういうところに、ね、うん、4万年、いろんなのが3、4万年ぐらい、うん、生活があるわけで、そうそうそう、で、そこに自分のなんか骨の中に、あの、え、そばにあったんだよね、骨のそばに、うん、全然その地方にない、うん、石で、それが本当にゴリラに見えるんだよ、うん、うん、顔みたい、それで、で、つまりそれは何かっていうと、まあ、何かしらで、まあ、持って運んできたんだよ、うん、またあの時何をアートというと、いや、それはあなたに似ている、まあ、あるいは私に似ているか分かんない、うん、僕はそれはね、そういうふうには言えないんだね、うん、その話の場合、うん、それは僕可能性あると思ってるわけ、それは僕ストーンサークルの可能性があると思ってるわけ、一つは ね、 あ、まあ、ね、僕は防線で線を引いたという本に立つんだけど、うん、あ、まあね、もう一つ可能性が非常に強いかあの可能性、仮定としてあり得るのはストーンサークル、うん、つまり石を移動するという、移動なんだ、そう、ね、移動なんだけど、移動によって何かを作るということだよね、うん、そうだね、うん、で、移動によってイメージ、まあ、似ているからあのっていうのは、うん、もっともっと早くからあったはず、うん、なんかですね、そうそうそう、僕はね、その仮定で言うとね、うん、あの
ゴリラっていう言葉が出た時にゴリラまで範囲を広げるのかなと思った、うん、つまり何が広げるか、我々と似ている範囲をゴリラが広げるのかなと思ったのが、僕は似ている範囲というものをとりあえずはホモサピエンスサピエンスに限定してとりあえず考えようと思ってる、うんうん、でホモサピエンスサピエンスとネアンデルタールの違いは僕は最もか、あの、僕はあの人間ということに関してはね、あのとりあえず課題にしてるんですよ、とりあえずだけどね、もっと昔に行くかもしれない、僕恐竜の興味あるから恐竜も行くかもしれないけど、あのネアンデルタールとあホモサピエンスサピエンスの差を考えるときに、まあ、ネアンデルタールはね、絵描いたって、まあ、壁が出てきた、出てきてるんだけど、僕その辺の差でね、ちょっとその、あの微妙なラインで 棒で線を引くっていう、まあ、まあ、引いた可能性が非常に高いんだけど、いや高いと思うんですよ、しかし引き方が違ったっていうようなね、まあ、その辺から今度は似ているのと問題になってくるんだけどね、でストーンサークルもね、そんなに古いもの出てないわけよ、そんなにめちゃくちゃ古いものあんまり発見されてないの、で、まあ、ストーンサークル、まあ、どれがストーンサークルかって非常に分かりにくいんだけど、うんうんうん、なので移動の可能性はまあ確かにあるな、うん、まあね、俺今その、まあ、僕もしかし移動に暴力性があるから、いや暴力性は分かんないけど、まあ、暴力性があるかどうかに関してはさ、もっとさ、それが本当に作り込んだかどうかっていう、たまたまあるものを拾って移動したものなのか、いやそれはね、あの、それも日本でもいっぱい発見されていて、かなり早い時期から、うん、あの人間は後悔を、人間っていうか、まあ、ただねそれね、かなり古いって言ってもね、うんうん、結構新しいよ実は、まあね、実は結構最近だから、うんうん、あの僕線を引いた方がやっぱりもっと根源的だったような気がするけど、うんうん、発見されてるものからはよ、まあね、ただもっと、まあ、だからそれもこれも想像だからわからないんだけど、うんうん、もっと古くから石を移動していた、うんうん、何かしらのために移動していた可能性はあるんだけど、うんうん、あの目的を持って、明らかに目的を持って石を移動した、うんうん、あるいは目的を持って石を取りに行ったっていうのは、うんうん、もうこれも日本でもかなり証明されてるんですよ、うんうん、あの佐渡まで行ってたって話を言うので、うんうん、佐渡ね、うん、あの島でのほうでしか出ない石が、まあ、かなりあの、うんうん、本土で発見されているって、うんうん、まあ、それ間違いなく後悔していたわけだ、まあ、そうで帰ってくるんだよ、まあね、これはものすごい強い目的を持っているので、うん、そうね、あのそれも石を移動したということは一つのアーティフィシャルなものとして、うんうん、まあ、可能だとは思うんだけど、うんうん、ただだから僕思うのはね、移動はちょっと微妙だと思うんだよ、暴力性についてはただ、うん、棒を使うということに関しては、うん、僕これはもう暴力性明らかに察せしてると思うわけ、はい、うん、あ今すごい俺のお肉を棒で叩いたっていうのと関係するからもう引っ張ってきていて、から引っ張ってきていて、うん、じゃあそのだから伊藤さんに何で聞きたかったかというと、うん、あ、そうですね、それその暴力を、うん、暴力がかあまりにも強く暴力が出ているということを、うんうんうん、棒によって、棒によってね、ではなく生身の身体にしたということは、うんうん、しかしながらそこにもアーティフィシャルなものが現れるというふうに考えている以上、うんうんうん、僕とは違う答えし方をするんだろうなと思ったわけで、つまり棒で暴力を振るったんだというのが僕の答えなわけね、うんうん、棒で地面に暴力を振るったんだ、まあ、しかも僕線引いたと思ってるから、はい、だから幾何学的に、うんうん、それこそ世界には幾何学なんですけど、うんうん、ないわけだ、うんね、世界は幾何学を知らないけれども、うんうん、それを暴力的にピッとこう線を引いたということによって、うん、アーティフィシャルなものを引いたんじゃないかと思ってたんだけど、全く違う解釈を、違う答えが出てくるかなと思ったんだけど、いやどちらかというと暴力だからやめたっていうよりか、うん、引き受けてないからやめたと思った、これはその肉をね、肉だったり、まあ、それがまあ象徴、まあ、象徴した死だったり、だからその前直前まで葬儀屋で勤めてた警官すごいやっぱでかくて、うん、まあ、冷たく最初は生温かい身体を抱きかかえたところ でそこから、ご遺体を、まあ、ご自宅に安置する、うんうんね、その時にはやはり冷たくなってると、ひんやりしてねっていう経験をもとに、でもその決してご遺体を棒では持ってないわけ、うんうん、やっぱり直で抱えて言ってたわけね、やっぱりその経験を、反映させるというではなく、まあ、責任を持たせるというか、だからまあよく言うのは、はい、言うのはもうあれはもうあのお肉の作品っていうのはこの時はもっと象徴的なものだとして考えてたし、だけど今は
もっとこう人類の死自体を俺は引き受けてるんだってまで俺最近ねちょっと思うようにしてる、むしろじゃあ思うようにして叩いてる、うん、いやそれ別に牛なんだけど牛なんだけど、うん、うん、こぼれた、うん、もう大丈夫だよ、ちょっとこぼれたけど、いいじゃんって思ってるね、落ちた、うん、でいや思うようにして叩いてる、それがそういうふうに周りが思うかどうか知らないんだけど、思わない思わない、 いいよ別にいいんだけど、それはだって説明してるわけじゃないしさ、うん、すごい説明的な映像なんだよねあれで死を引き受けてるの、うん、俺はね、いや生きることと死を引き受けてるいやそれはでも、ね、継続することになって、なんでこれがさ、俺はこういうトークをしてるときにこういうふうに思うわけ、うん、今のめちゃくちゃなこと言ったよ、だってそれがさ、ユーモア、暴力的なユーモアだったと思うけどな、俺は今のは、うん、だってさ、うん、あれで死を引き受けられるの、いやそうだよ、そんな儀式なの、いや儀式じゃないよ、儀式じゃないの、じゃあ儀式じゃないの、精神、心持ち、だからそう言ってほしかった、そして、うん、伊藤さんは非常にある意味で極めてスピリチュアルという、それともコンセプチュアルという、だが、はいはい、この言葉の選択は僕はまだ、僕はちょっとまだ決めれないけど、うん、な作家だということになるな、スピリチュアルではないんだけど、うん、コンセプチュアルという、まあ、コンセプチュアルだけど、どっちかというと近いね、まあ仏教的だな、そういう意味では、あ、俺ちょっと待って、それ後から行くからまだ俺言ってなかった、ずっとそう思うよね、うん、その話に持っていく、うん、行きたい、だからスピリチュアルって言って、いやそうだよそうだよ、あの聞いてる時は、ね、音消えるからね、あのやっぱ心臓の音を、いやでこれねすごい大事なのは、そもそも一回性なの、うん、一回性で考えてた作品なのね、うん、で、まあ、良くも悪くもプサと出会ってしまって、で良くも悪くもね、まあ、あれは悪かったかもしれない、悪くだね、悪かったかもしれないし、良くも悪くもプサと出会って、で伊藤さんあれそれ反論していい、何何よかったっていう、いいよよかったよかったでいいんだけどあのでさ、あの2回目の、まあ、次牛窓に入るわけで、あえてブランクがある2年はない、でそもそも継続する作品だと思ってなかったの、ああやっぱりそうだよ、さ1回生体だから生きてる、だから生きているものを信じて、だから最初のじゃあ僕はあのやっぱ歴史修正したんだな、でも僕は歴史修正したままでいくけどね、あの、うん、真実を聞いたところで、つまり伊藤さんは初めからあの死ぬまでのアーカイブを作るために始めたんだと、うん、でもね、それはもうそんな最初思ってないね、思って全然分かってなかった、うん、それはあのただまあ伊藤さんは分かってたと思うけどな、うん、死ぬまでやる、うん、しかしいやそれが死をテーマにすることは、うん、あのまあ決めてたけどね、それはねそれは別でもどんどん別の形でやると思ったし、なるほど、そうなんだ、そうあれもうやらないと思ってたんだ、思ってたよ、いや言ったじゃんそれ言ってたよそれ、まあ、あの時で牛窓でやった時に、うん、あなんかねやっぱ違うものを感じた、まあ、もちろんその背景に映ってるものだったり、まあすごい場所だったからね、であるいはまあその時に見たお客さんの反応、赤ちゃんがこうやってた、2歳ぐらいだった、いや0歳ゼロ？ゼロ歳。うん。ゼロ歳にの。ゼロ？ゼロ。今日会ってないってこと？え、会ってない。じゃあ半年で。あ、でもゼロ歳はね、こうやったの？そうそうそう。反復するんだよ。うん。あ、真似るってことか。真似するし、それを瀬戸内の美術館で、美術館の中で。8ヶ月以降でしょ、それ。え？ 8 ヶ月以降の赤ちゃんでしょ。かな。うん、まあある程度そう大きい。うん。いやいや、学習できる。だから半年って聞いて、うん。半年って聞いて、で、キャッキャッキャッキャ言いながら、言いながらこうやっと見て、あこれは、うん、ほら今の赤ちゃんの前でもう一回見返していい言いながらやるわけ、あでもこれはでも俺はあなんかこう0歳がこういうふうに思う作品作れてすごい幸せなと思ったんだ、子供は本当に好きよね、うん、だから今日だって二頭くんの子供もなんかこうやってたって言って、本当に、うん、そう伊藤さん見た目の赤ちゃんみたいな、そうねそれはね本当に親に感謝うんマジでマジで親に感謝、それもみんな言う、本当ね、いやずっとさ俺男前じゃないから知ってる、うん、いやいいよでいや男前になりたいなと思ってたけど、あでもこの親父とかに感謝してるね、体ね、うん、
だってね、うん、仏像か赤ちゃんごめん、ちょっと話戻すよ、話戻すよ。で、あ、うん、赤ちゃんはもういい、うん、あ、で、それを見てっていうのと、まあ、2回目叩いた以降を自分が2年経ってすっげえ太ってた。ああ、それに気づいたんだ、うん、で、あ、これは俺は2回、だから1回だったら点だけど2回だったら少なくとも1000に取れるじゃん、うん、1回は点だよ、うん、2回だったら1000になる、うん、1000を取ることができる、うん、で、行った時にあ、この1000はなんかこう、あ、自分がこの肉塊になるんだっていうのが、あ、うんうん、死の方に近づいた、死の方に近づいた、この肉体、俺が叩いている肉塊になるんだっていうことが想像ついて、あ、そういうことか。で、なんか、うん、納得した。自分がやってること。いや、そう、自分がやってることはっていう。だから、初めから継続することではない。今はもちろん死ぬまでやりますよとか言ってるんだけど、だから別に毎日叩いたらいいし。そうか、俺がやったのか。2年に1回でもいいんだけど。やっぱりそういうのって気づかないことがいっぱいあるのよね。うん、自分でやってしまったりとか言ってしまってるということで。そうそうそう。そんなこと俺言ったと思ったら、俺よく思うのよ。特に年下のやつから言われることが多いけど、いや、花瀬さんこんなこと言われましたって、そんなこと言ったって言って、俺いいこと言ってんなと思うんだよね。自分言うから、うん、うん、まあでも、あの時も確か伊藤さんのあの作品好きなんですよねって言ったんだよね。だと思うよ、うん、で、俺は何出してくれって言ってない、うん、で、牛窓で、まあまあこうこうこうでみたいな、うん、そうそうそう。まあでもいいきっかけだったよね、うん、まあいい化学反応だよね、プサトラ。そうかそうか、うん、ある程度距離持とうと思ってるんだよ、実は。ん、俺ら、おいおい2人、うんうん、だ、距離持とうとしなくても距離はあるからね。ええ、まあ、距離はあるからね、うん、もちろん物理的距離もあるけど、実際のところ、ああ、物理的な距離じゃなくて、僕はあれよ、アーティストとは決定的な距離があると思ってる、うん、いつでも、うん、僕は全然、あ、もうなんていうかな、僕は常にもどかしいですよ。もどかしいっていうかね、アーティストと僕何に付き合うかというと、うん、絶対話通じないと思ってるから、ね、実のところ。で、で、だから実は今回のプサの文章、俺読んでない。うん、読んでないよ。読んでない。いや、で、違う、プサの文章はもう基本は読まない。うん、全然それでいい。うん、で、それは、そういう選択もあり得る。うん。いや、失礼だと思ってる。いや、こんなに書いてくれてんのにさ。ああ、うん。だけど、うん、書いて、うん、いや、おそらく俺が違うなと思う部分もあるし、ね、ある程度事実確認する、うん、事実確認のために読むんだけど、うん、それが自分の作品の批評だと思って咀嚼することはない、うん、それは別にプサだけじゃなくて、そうなんだ、あらゆる批評家の文章も、否定的な文章、肯定的な文章を、こういう解釈の文章、うん、事実確認としてここの場所間違ってるよ、うん、とか、うん、いや、これはこうだよ、それ直さなきゃいけない、ね、っていうことに関してはチェックするけど、読みながら読み飛ばす、うんうんうん、あ、どうも、すいませんっていうのはしてると思う、うん、だから、それは、まあ、僕なりのプサとの距離の見方だよね、うん、うん、今いろんな取り方があるね。だから近くなりすぎちゃうと思ってるんだろうな、伊藤さん。そう。まあ、僕はそのね、他はやれるわよと思ってるんだけど、なんか読んでもいいと思うんだけど。いや、うん、まあ。まあ僕はね。だから、やってる。あ、まあ伊藤さんとか結構気にするんだね。うん、うん、気にする、気にする。スピリチュアルだからね。違うよ、なんかね。コンセプチュアル。コンセプチュアルだから。あ、そういうよ。コンセプチュアル伊藤って言うわ。よく考えたらダミアンも確かにコンセプチュアル。そうです。敬愛する。ダミアン先生。体を目指して。敬愛するアイウェイウェイ先生。うん、体がちょっとパンツ履かないとね。そうね、本当。本当だよ。本当。でもだいぶ、でも、そうか、俺が。え、ピンクのパンツ履いてるけどな。僕は見せなくていい。いや、いつもピンクのパンツ履いてる。いつも俺パンツピンクなんですけど。いつも見えてる。うん、いつも見えてる、ね。で、なんだっけ。うん、まあそういう感じだよね。やっぱ瞑想と仏教の話じゃない？仏教はあんまり興味ないの？伊藤さん。いや、それは残念。だからそこの仏教も俺伊藤さん、俺僕本質的に仏教に興味ない人だって実は思ってる。いや、そんなことない。そんなことないよ。葬儀大臣許してるの知ってるけど。ね、まあ、だから葬儀者の、葬式は9割5分ぐらいはやっぱり仏教ね。仏教式。うん。で、もし身元不明の人、まあ、引き取りに行くわけよ、うん、仕事の中でね、うん、
民政から、あの市役所民政から依頼を受けて、あの警察署に行くわけ、身元不明の。って時に何をするかって言ったら、あのね、その人の宗教なんか分かんないんだけど、話聞くわけよ。とりあえず、まあ、とりあえずじゃないんだけど、般若心経を俺があげる。俺が？俺が。引き取りに行った時に引き取りに行った。だから重さはお金ないの、うん。お金ないし、民生からもう事務処理として遺体を、警察署から、うん、火葬場に移す時の仕事をなんかする、まあ、なんか仲介ね。うん、で、まあ、形ばかりの。まあ、一番安い棺桶を用意して、うん、でそれ入れて、うん、で、まあ、お花、簡単なお花ね。その時仏教はどういうふうに関係してる？話しがあげる、うん、ということね、うん、でそれは彼の、まあ、多分亡くなった人の宗教は何か知らないんだよ、うん、けど話しをあげる、まあまあまあ、それについて、それについての話、それについて何、まあまあそういうもんだろ、事実は分かった、事実は分かった、それについてそういうもんだろというふうに、もうすごい、まあ、半分納得もする。なんか、なんだろうな、あのね、なんだろう、これね、ね、やっぱ何かしなきゃいけないっていう、まあ、遺体の前でね、あの、身元不明の、まあ、もちろんそれが会社のルールでもあるからね、うん、でも、じゃあ何もせずにこんなんやってる、やっぱりずるしようと、まあ、ずるしで出てるわけよ。ルールだし、誰も見てないから、あげる人ないんだけど、うんうん、でも、やはり、なんだろうな、でも、般若心経をあげるということと仏教はどういうふうに関係してるの？般若心経じゃ仏教じゃん。仏教というか、まあ、お経じゃん。うん、まあ、僕はそういうところ、うん、だからやっぱり、あの伊藤さん、やっぱ宗教に興味ない人だよ。ああ、そう、それはある。やっぱその答え自体が、やっぱ仏教に興味ない人だ、あ、それはね、ある、あのね、うん、散々やっといて、うん、ごめん、そう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 、そういうことね、形としてあるけど、やっぱり基本的には無宗教だよ。うん、無宗教だからできるっていう部分もあるし、うん、あの昨日さ、じいさん話したんだけど、あの死んだらゼロだっていう、もうそれが一番近い、うん、この死後の世界で死んでない、うん、ゼロで終わっちゃうっていうらしいので、うちのじいさんがそうで、死んだらどこ行くとか、今100歳のじいさん、100歳のじいさんね、が、あの世で会える友、100歳のじいさんだから友達も一回りした、12歳一回りしたで一緒に釣りを行ってたんだけど、友達みんな死なの、もう誰も友達いないって。で、じいさんにインタビューして、まあ、戦争中の話からさ、すっげえ面白いんだけど、で、戦争の話からインタビューして全部知ったら、特に死んだ人に会えると思う？聞いたら、会えない、ゼロで、形としてまあ、宗教 の、まあ、お墓に入るし、形としてお仏壇とかで、まあね、亡くなった人がいたら手を合わせるけど、ゼロだ。で、うん、多分ね、それとの宗教ってあんまり関係ないんだ。多分、トマツを持ってるのに、そう思ってるらしいんだよ。うん、すごくそれに、まあ、同じこと思ってたんだ、じいさんと思って。ただね、あのね、別にね、俺ね、うん、俺その質問自体が、うん、てかその質問、うんうん、まあその質問には、ブッダは明確に答えるけれども、別には僕はね、あってもなくてもいいと思ってるわけ、まあね、あるかもしれないし、ないかもしれない、うん、まあね、まあね、じゃあそれだけなんだよ。いや、むしろ宗教を探してる。何を？俺は信じれるものを探してる。もし死後の世界があるという形だったり、ただね、全然違うんで、やっぱ宗教っていうものに対するね、感覚が鈍感、伊藤さん、僕が聞いてると、うん、すごく鈍感、うんうん、そんなね、そんなレベルのものじゃないですよ。いやいや、もちろんもちろん、そうだよ、ね、で、僕はなんで仏教、僕、うん、仏教徒だと思うけど、うんうん、仏教徒、仏教者だと思うけど、うんうん、仏教だと思うよ。だけど、これなんでかというとね、仏教は最も論理的だからと思ってるのね、実は。まあまあ、わかるわかる。多分それだけなんだよ。で、で、かつ、まあ、僕にもいろいろ理由があるんだけど、体に興味があるっていうのもそうなんだけど、仏教って最も体をこう、ヨガとかだけどね、うんうん、体を駆使して、つまり外部から影響を与えることによって、悟りに至るっていう方法論が非常にしっかりした、つまりプラクティスの問題ですよ。うん、
エクササイズ、プラクティスによって悟り開くことが可能なんだとい う, そ う, そう、ね、あの宗教なんですよね。で僕はそこにすごく惹かれるわけ、うん、いや分かる分かる、すごい音楽的ですよね。音楽もある、音楽も、うん、音楽も宗教、あのバイオン、こうバイオンじゃ、バイオンじゃなくてすごい変、あの中途半端なところでガッとこう当てたりしたら、うん、ものすごい怖いこととか妄想とかが、うん、脳内に発生することができるんだよね、うん、だから、まあ、曹洞宗、臨済宗 の,、うん、あの組織では6人いて、チンドンシャンで、チンドンシャン、うん、まあ、そういうのもあるんじゃない。僕はね、やっぱりそうなってくると、やっぱ消えるの、やっぱり、なんかいろいろ消える、うん、僕はでもね、そうか、日本の宗教もまあいいんだけど、僕は基本的には少女仏教が好きなので、うん、大丈夫はもう、悟りに至るとか至らないとかいう話も、まあ、どっちでもいいよ、うん、っていうぐらい、もう、僕は中間派だけど、まあ、うん、まあ、いや、これすごく細かい話になるんですけど、基本的にはだから、まあ、伊藤さん宗教に僕は興味がないと思う、うんうん、ので、うんうん、スピリチュアルかというと実はスピリチュアルじゃない、うんうん、しかしコンセプチュアルかというとコンセプチュアルではない気がするんだよ。だからね、うん、僕ね、伊藤さんって、うんうん、軸をどこに決めるのかなっていうのは、うん、だから僕今回さ、あの死をやってくださいって言ったのはね、うん、死をテーマにしてくださいって言ったのは、うん、菅君に言ってる。菅君だよね、うん、俺なんて言ったっけ、伊藤さん何だったかな。俺ね、それその話すっげえ前にやってんのよ。で俺一個ちょっとずつ思い出してきたんだけど、うん、あるし多分時間って言ったと思うの、うん、俺何だったっけな、内臓とか言ったっけ。これ五郎君、え五郎君らしい、あれでも五郎君らしいのよ。だからいかに俺さ、プサの話聞いてないかって話、うん、いや俺も忘れてんのよそう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 、でね、どうだったかな、逆に生とかって言ったのかな。でも生とは言わない気がするんだよな、伊藤さん俺何て言ったか忘れたんだよな。うーん、でもなんかどうせ変なこと言ってんだろうけどな、うん、あれもな、なんかな、ほとんど即興に近いぐらいの感じで言ってるからな。そうそうそう、まあね、でも伊藤さんはね、まだ行く、じゃあまたありがとうございます、またまた伊藤さん、伊藤さん僕死に死体を持った、だから死体には近いかもな。うん。だから死に近いっていう感じじゃないんだよな。そう、だから伊藤さんにとって死は何なのかっていう。いや、結局ね、やめた理由が、あの葬儀者辞めた理由が、うん、あまりに触りすぎて普通になっちゃったの。まあそうだよね。もう一日5遺体触るわけ。まあ多いだからね。うん。で、もう本当変な話、月から次へと行ってさ。うん、っていう時にやっぱね、最初は、うん、思い出すのは今、まあ、5、6年、写真ぐらいも経って、うん、思い出すのはやっぱり最初の方なんだよね、うんうん、最初の方のご遺族のご遺体だったりなんだけど、だんだん麻痺しちゃって、なぜでも数が多い、思い出すのはそれとも麻痺するのは、もうそれは触るから、もう本当に毎日触るわけよ。で、死体にはなれる、慣れる、死体にはなれる、まあ、死体とかもご遺体ね、うん、ご遺体には慣れてしまうっていうのがあって、あの辞めた理由としてはね、で、何も感じなくなってきたのね、うん、最初は敬意だったり、その上で死は何なの、死体は死体だと、いや、ごめん、そう、それ、あの遺体は遺体だと、そう、だから死体が、死が現れてくる、いや、現れてこないんだよ、だから、うん、遺体なの。どこから死を現れてくる、で、分かんないやと思っちゃって、なるほど、だけどね、え、何か死についてね、うん、死について分かんないやと思って、うん、あ、でもこれは死を理解するために、うん、葬儀者なんて全然向いてないんだよね、うん、仕事として全然向いてないんだけど、うん、しかしながら死体はからは死が分からないということは発見したんだな。そうそう、どうやら死体は死体だったと、うんうん、そこから、そこからそれでも死をテーマにする、うん、で、分からないなりにね、うん、で、それに対して何も感じなくなった自分っていうのもあって、うん、で、あ、じゃあこれ以上いても、ああ、ダメだ、うん、と思ってやめた。で、それでもアートに復活したときに、うん、いや、もちろん、いや、もちろんアートするために行ってるからね。違う違う、で、その死をやっぱり、あ、使ってあげる、なぜ。で、だからその時だって死体は死体だったわけで、うん、死体ではなかったないんだったら死は何なの？え、何、そう、分かんない。死はこれですとは言えないよ、うんうん、死に関して、いや、さあ言える、死はこれです、それはなんかさ、生命活動が終わった瞬間とかはさ、うん、もちろん言えるし、うん、何かしら言えるんだけど、うん、俺は死はこれですと言えるほど、悪いけど
まあ、特区は積んでない。じゃあ何で仕事になるの。そうだよね、うん、それすごい思うで、え、多分、まあ、それはもちろんね、住環境だったり、あの生まれ育った環境だったりね、うん、すげえニュータウン育ったとかね、うん、いろいろ考えるよね。昔は俺医者になりたかったし、ほんとちっちゃい子、うん、あのまあ、あの 毎週耳の奥にと鼻の奥に管入れられたんで、耳の治療でね。それ何、中耳炎かなんか。あ、中耳炎、そうそう、うん、あのちょっと悪性のね、うんうん、でもう慢性の中耳炎、ね、いや慢性、心室性中耳炎ってやつで、奥っていうこと、うん、奥のやつで、うん、あの水がずっと出続けるやつ、うん、で、幼稚園から、うん、高3までずっと鼻の奥に管入れられた、毎週毎週カカカーンって、あの首こんな長いやつ、知ってる知ってる、俺も中耳炎はすぐになりやすかったから、あ、わかる、うん、で、普通治るじゃん、うん、治んないの、うん、毎週言ってたの、鼻の奥にガッカーンって言うて、で、っていう意味で俺は医者になれなかったっていうのと、で、あとあのニュータウンに住んでたとかすごいあるわけ、うん、あの文化や歴史は全くない中に急に、うん、あのそこに住まいだけで登場して、うん、それに対する反応ね、うん、で、まあ、正しい表現じゃないかもしれないけど、榊原が捕まって、榊原の住まいのニュータウンなんですよ、うん、そうだね、実はニュータウンなの、うん、俺それね、あの分かんなかったんだけど、榊原、まあ、ちょうどね、あの、まあ、まあ同世代じゃない、榊原と、ね、で、榊原の伊藤さんのちょうど間の年、そうそう、ね、あの中学に通ってたやつと友達がいて、うん、あの航空写真ね、見せてもらった時に、オレンジにすっげー似てる、オレンジ周辺に本当に整備されて、歴史もなく、寺もなく、あの言ったら葬式もないわけ、葬式もなく、隔離された中で生きてきて、で、それに対する反応があるの、理由のもあるかもしれない、反応って何、でも完全に隔離されたから、死とか死なないし、まあ、まず住人全員が若いから、死なない、おじいちゃんおばあちゃんいないの、俺の時はね、全員が、40代ぐらいの、あの、ね、40代ぐらいの、まあ、まあ、大企業とかで働いてる人が、まあ、やってきて、外からやってきて、ちょっとバブル期だからさ、うんうん、いや、ちょっと寒いな、あ、ちょっと待って、そこで買える、うん、すごく寒いです、おお、松田さん、おえ、松田さんで、松田君、松田君、松田君、なんでかな、なんかでもな、塩をテーマにするってこといまいち説得されないんだよな、俺やっぱり、うん、あ、そうなの、全然されてない、僕、あ、そう、まあ、あの状況的には説明されてるんだけど、うん、うん、で多分人に説明しようと思ってないからっていう、おそらく体感だったり、いやでもそれはやっぱ言葉にするということを、いやそうだよそうだよ、しなきゃいけない、しなきゃいけないし、でやっぱストーリーではあるけど、うんうん、うん、僕はそれでは満足できないな、うん、やっぱりどういうふうにこれから一緒にやっていくかっていうことも考えなきゃいけないから、う、ね、うん、何か一つ与え、なんかきっかけだから、あの中耳炎はちょっとね、あのあるかなっていう感じ、いやちょっと直感的にはしたけど、たださ、うん、あのじゃあ中耳炎の経験をさ作品にするってことはいけない、もちろんもちろん、そんなレベルの話はしてないよ、うん、まあね、全然そんなレベルの話じゃなくて、うん、うん、なんか決定的っていうか、うん、うん、そこはなんかどうしても知れない、多分まあもちろん僕自身は未熟だっていうのと、そこがでもなんかな、こう回転していかない弱さな気はする、実は俺、うん、回転作品がどんどん生まれてこない、そうかな、うん、つまりコアとしてのもしかしたら死じゃないんじゃないっていう感じも、僕はいやいや、死と身体と精神だよね、うん、死だけじゃないよ、三本柱ね、この三本柱はどう関係するの、ね、死と身体が重なると死体で、最初はやっぱり身体なわけで、それは、うん、自分自身の、まあ、例えば経験でもな、死と身体と精神か、うん、伊藤さんってヘーゲル読んだ、伊藤さんって本読むの、読むよ、読むけどヘーゲル読まない、いや読まないんじゃなくて読めないかもしれないし、うん、そこはもう勉強不足です、小説とか、あ、小説読むね、あ
小説は読むし、分かった分かった、伊藤さんね、小説じゃなくてやっぱね、あの哲学読んだ方がいいから、一回哲学返して、うん、で、そうだね、多分ね、やっぱね、物語的に、僕、小説があんまり、どれも面白いと思っちゃうんだけど、から僕はあんまり向いてないなと思ってるわけね、全部面白いと思うからこそ、僕、読まなくなってるわけ、はいはいはい、ある程度楽しめるから。僕そういう感じなんですよ、常にアニメとかもそうなんだろう、全部面白いと思っちゃうから、あ、俺見分ける才能ないんだなと思ってる。そうだね、物語に対して、物語に対して、物語は表しないもんね、あんまり。ん？なんか物語に対しては何かこう評論とか言わないでしょ、言わないでしょ、言わないでしょ、言われてみたら映画だけは可能性あるなと思ってる、まあ、それは全く別の文脈で、そうだね、まあ、そうだね、それなんだよ、総合芸術として、そう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 、なんだから、でさ、だから、実は結構読んでるんだけどね、あの古いものよ、全部古いものだけど、結構読んだけど、あんまり影響受けなかったんだよね。だから、そこが、だから僕、まあ僕、そこなんか一つ言葉が必要な気がするな。でもしかも小説とかでもいいけど、なんかやっぱあの強い、この小説にっていう、なんかね、一つ作家でもいいけど、なんか決めた方がいいと思う、戦略的に。まあね、いやでもさ、もうそこはさ、俺も結構プサに期待してる部分でもあってさ、まあまあ丸投げしてる部分であるかもしれない、あ、でもだから僕は一応僕の答え方をしたから、うん、そうだね、それそれでいいと思うんだけど、うん、そう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 、ただあのずっと一緒にやっていくわけじゃないからね、いや、やっていこうよ、いやいや、キャンサーはやっていくよ、キャンサーはやっていくけど、伊藤さんと例えばギャラリーとかで展示したりとか、うんうん、あ、まあそうね、どうせ個別でさ、まあ個別でやるね、お互いに、その時に、やっぱり物語だけではちょっと弱い気がしてる、あの、そうだね、なんか、だからまあ僕は仏教とかで行くけど、やっぱりそれ全然違うっていうふうに伊藤さんが言ってくれた方が、あの面白いと思うのよ、キャンサーとしても、まあもちろんもちろん、ああ、でやっぱり俺はその作品の、いや、もともと僕小説から出発してるからさ、そうだよな、そうそうなんだよね、忘れてたでしょ、あ、読んでないんでしょ、まだ俺の最初の、読んでない、だってどれか送られてきてないもん、送ってないもんね、これ、送って、いよいよ送りましょう、いよいよ送ります、いよいよ送ってください、で、それの小説内容は、それ読みましょう、あ、そう、内容、それだな、俺なんかそれだな、それやっぱ読んでないからダメなんだ、そうそうそう、それだわ、で、クソエロいんでしょ、いや、エロくない、エロくはないんだけど、あのね、暴力もいっぱいあるんだ、あの、童貞の時に書いたやつで、女性器を見たことないのに女性器の形に書いてるのね、完全にバカなんだけどさ、女性器の形を描写したりするわけ、いや、描写はしないんだけど、でも、心の中でモヤがかかったまま、どういう写真とかね、あ、写真とか、でも分かってるんじゃない、伊藤さんという人が、モヤの中で、そこを想像力で補ってたわけ。なんかカフカでいうアメリカみたいなもん。全然うまく言えないと思うけど俺は。いや、まあ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 。だからラスフォントギアでドッグビルみたいな。分かった分かった。もういい。で、そこで築き上げた、まあ、話なんだけど、まあまあ単純に言ったら、なんかね、いや、もうすごいストーリー言うと、少女売春をしていることを同棲してる、まあまあ僕ね、当時17歳だったから、17歳のエッジ。そう、17歳ですね。っていうのと、あって、まあまあ、そこで、まあ、くるぎられてて、で、なおかつ男がいて、すごく、まあ、なんていうかな、まあ、すごくこう、まあ、暴力的な男がいてさ、最終的に、その、まあ、オチ言っちゃうとさ、あれなんだけど、そこの生活をしながらっていう軸と、まあ、もう一つは夢っていう軸があって、夢って言い方なんだけど、そうなんだ、かなり。が2つがまあお互い相互侵食しながらさ、入っていくんだけど、相互侵食しないんだけどね。なるほど。で、最終的には自分の腹をかっぱら、切り上げられて、で、その自分の腸をその男、あの男にね、侵されて、去勢されるっていうところがあるね。まあ、すごいね、ごめんなさいね、すごいなドンピン、いやいやいや、やっぱそれはやっぱ読まなきゃいけない、そうだ、読まなきゃ、それ答えあると思う、そうだ、あるあるある、だから小説作だから間違いなく小説作だから、分かった、うん、だから伊藤さん早く読ませてくれない、あ、そうそうそう、で、自分がの腸が男性に侵されて自分の、去勢されて終わるっていう、で、その後はあのもう一回、日常に戻るんだけど、っていう内容で、それを書いてた時って、なんだろうな、やっぱすごい軽く飛んでた。飛んで、やっぱそこの気持ちよさみたいなところ。どのくらいで書いたんですか ?1 ヶ月ぐらい。短いね。短い短い。うん。本当に毎日、まあ、3、4時間かけて、ずっと、こう、カタ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 って。でも、すごい抽象的に言うんだけど、当時ワープロ自体は初院になったね。
懐かしい、うん、で庶民のカタ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 っていうのが自分の中でピアノを弾いてると思った、うん、だからすごくあの言葉ってすごいリズムがあるじゃん、うん、でその言葉のリズムを俺はピアノみたいに弾いてるんだと思いながらそこの情景をずっと描写してたね、うん、だからやっぱり何かについてそれはやっぱりベースにあるよ、もちろん出発点しね。よく諸作が全てが詰まってるとか言うけどまさしくそうで伊藤さんの諸作ってさ、そう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 、うん、だからそこの中に精神、生と死、身体を全部込められてるはずだし、なるほどな、うん、それはもうちょっとちゃんとあれですね、まあ、伊藤さん自身が解釈した方がいいよ。そうだね、うんうん、それはまあ僕が何か言うけどまた読んで何か言うのでそれちょっと やりましょう、うん、最近言ってくれしないからさ、あのでもね、うん、僕まあそうよね、でそれはね、おっさんになってくるとさ、言ってくれないんだよ。そうだよ、だって伊藤さんってさ、うん、本当にさ、いろいろやってたのにさ、うん、まあ、でだから僕、全作品は見てない、もちろん見てないわけだけど、うん、僕、全部把握してるのかどうかすらもちょっと曖昧よ、うん、あの僕は、うん、把握してない可能性あるんじゃないかなと、まあ、大通りだとかもちろんあれだけど、うん、他にも多分やってただろうし、学生時代。いや、やってないよ。やってないの？学生時代も。学生時代も、まあ、作品作ってるけど、うん、まあね、でももうちょっと。まあ、もうちょっとだから物語寄りだよね。あ、そうなんか、うん、でももう一回物語にちょっと戻してもいいかなと思う。それいいね、うん、それあれだね、あの、うんうん、特にこのグループは物語性の強い人ちょっといないので。そうだよね、物語性ものすごくないよね。ないね。全員欠陥とかさ、なんかそんな感じだよね。ガムとか、あ、だから名詞、そうね、あの、うん、名詞的よね、テクスト的じゃないよね。鶏肉とかさ、うん、鶏肉と歯だったり、うん、まあもちろんそれ、まあまあペンキだったり、そこの物質に寄りすぎている部分があるから、ね、物語性っていうのはないかもしれないし、むしろなくてもいいかもしれない。なくてもいいかもしれないけど、あってもいいと思うな。それちょっとありですね。それやりましょう。それはあるとさ、やっぱりさ、まあ今回はね、今回ね、うん、やった時点で、やっぱそういうふうになると思うし、で、体の外って感じだからね。そう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 。っていうことを考えながらやってますね。で、何だったっけな。あ、だから、俺、おしっこでせっポシェケって2つね、あれさ、ほんとさ、もうないからさ、誰かさ、あれみんないい作品だ、いい作品だって言うんだけど、どこ公募出しても落とされるし、展示も誰も話来ないし、ちょっとほんとお願いします。いや、俺だってそうだもん。だって俺にお願いされた、まあお願いします。誰かお願いします。僕のボディーソープって作品があって、おしっこで石鹸作って、それみんな配るんですよね。あの持って帰れる。あ、そう、だからゴーダマタブラックみたいな。そう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 。あのプリント持って帰る。あ、そっちね。あ、でももちろんさ、あのフィリップ・ゴーダストレスとか影響を受けてるし、そう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 、うん、あのまああれね、まあカレー食べさせるみたいな感じで、あの、あ、石鹸を切り取ってティラバナみたいで持って帰って、だから僕の身体自体があそこに込められてて、それを持って帰って、もちろんそれ使用した人っていっぱいいるわけ。使用したすごいいい石鹸だって言われて、そうなんだ、いい石鹸、いい匂いなんだよ。それも意味わかんないんだけど、うん、いやそれはもちろんそのデザイニングの問題で、臭い匂い、あ、第一弾作ったんだけど、すげえ臭かったの、第一弾。マジでただのアンモニアなわけ。この人につけたくないじゃん。アンモニアの石鹸とかさ、くせえよ。伊藤さんの失敗作だけの展示とかやってみたの？いや、もう捨ててるからさ、そのアンモニアさ。もう一回やってみればいいじゃん。いや、合うやつ、なんで合わせるの、うん、まあ、それも、うん、そういうのもいいと思うけど。いや、あるよ、あの、ホームページ見たら失敗作あるよ、それ。なんか、みんなのとか作品とか、みんなの唾液を集めて虹を作るって作品とか。あ、こう、ぷわーっとこう、あの、キリンとかにして。キリンで、そうそう、カルプのプリズムになって、虹になるとか。本当に。あるで、でもそれさ、らしい、伊藤さんらしいよ。で、失敗としては、うまいこと循環できなくて、うん、もう水がダラダラに漏れるって言って。なるほど。そうか、そうか。うん、そういう、ね、技術的失敗とか、まあ、あるんだけ ど、 なるほど、まあ、ただボディーソープに関しては、まあ、割と僕のなんか最初の方はもう髪の毛石鹸作ったりとか、身体を別の媒体に、置き換えて、まあ、使用するんだよ、使用したり、うん、共有したりとか、うん、あの髪の毛石鹸とか、まあ、それこそ、まあ、唾で虹を作るとか、うん、希釈した唾でね虹を作るとか、うん、違うものに切り替えていくっていうものが、まあ、数年間、まあ、大学院とかねあって、まあ、それからまあちょっとおばあちゃん作品とかさ、死、うん、の方にまた来た。そうそうそう、じゃあまあそうですね、だから身体の生きてる身体の方またやりましょう。ほいで、ね、まあ分かりました、ご自走よろしくお願いします。いろいろ僕分かった、ね、うん、ただまあ
伊藤さん、そうね、だから伊藤さんやっぱな、京都にいるっていうのはやっぱすごく大きいんだけど、うん、まあでも京都にいてくれるっていうのも我々にとって実は大きいけど、そうだね、だからまた京都やりたいんだけど、そうだね、京都やりたい、ね、京都でやりたいんだけど、京都でキャンセルやりたい。あ、どうだった、京都でダメだって、ダメだね、反応、反応って何が、うん、違う違う、今日我々の反応、いやそう、わかんねえ、だから京都のあの人って悪口になっちゃうんだけど、とっても興味ないから、うん、ああそうか、いやいや興味あってもなんかね妙な劣等感があって、うん、話題に出ないの、え、出ないの、伊藤さんに聞かれたりしてないの、あでもね、そもそもさ京都の方がむしろ忙しいから人と会わない、 あそっか、うん、会わないよね、あそうか、うん、いやわかんないよ、あそれは、ね、もう学生とばっか会ってるからさ、そっかそっか、うん、じゃあ伊藤さんだからもうちょっとまあいろんな人と会った方がいいよ、いやいやそうだよ、そう会って会いたいんだけどさ、うん、会うようにするかいい、むしろ俺やっぱ京都の方嫌われてるんだよ、うん、そういうことわかるよ、でしょ、みんな俺も避けるんだよね、まあ、でだけど避けるんだけど、ある下の世代になってくると途端しちゃってくるんだよ、うん、うん、いやもう、まあ来てるもん、ね、もう来てるもんね、いやこの子たちはまた別にして、あのよく相談を受けるのは、まあ、でもこの子たちよりかちょっと上の世代ね、今22歳に、まあ、とか大学院、この子たちからは直接相談を受けるんだけど、いやでも人気者になりたいね、まあその話はもうやめよう、もうなんかもう悲しくなるから、そうか、いやでもやっぱりこの展覧会、まあ、総括みたいになっちゃうけど、いやいい展覧会だなと思う、まああのね、あれですよ、当たり前だけどキャンサーはずっと続けていくからがゆえにだけど、そうそうそう、僕も当然満足はしてないですよ、うん、もちろん、ね、僕は当然満足はしてないけれども、うん、あの日本においては、うん、あんまりそれぐらい止めとこなんかあんまり言わない方がいい、日本においては、いや僕やめとこ、だからそこはもうやめよう、もうそこで止めとこ、それは本当に字が字さんになっちゃうから、四文字熟語になっちゃうから、もう心とどめとこ、いい点なかったねぐらいな感じで止め止めとかいいと思う、よかった、うん、でも今日ちょっと滝口修造の、あ見てきました、見てきましたコレクションね、あのね、あでもね僕ね合同マットクラーク、うん、あの伊藤さんと全く同じ感想です、あ、ね、うん、お勉強ね、僕はあの、うん、あまりあとあの僕はあの、うん、あれで入ってるからね、あの何プレスして入ったりとかしてるから、はい、ちょっとあんまり言えない、言いにくいっていうのもあるんだけど、うん、あのちゃんと書いたら言えるけどね、うん、あのちゃんと書くってないから、うん、てか書くの難しい、あれ難しいね、うん、あの新しい発見がないので、うん、あの、うん、と思いましたよ、やっぱり、いやただ重要ですけどね、うん、だから若い子たちどうせ知らないし、あの、うん、僕らはもうあの、うん、やっぱあの一人のヒーローですよ、うん、もう圧倒的にもうその、うん、そういうことなく体も使ったしね、彼は、うん、あのいやいや本当にやっぱねこうガーンガーンって削ってんの、うん、あれはやっぱあのほらキュッキュッとか上げたり、そう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 、あれはやっぱ見た方がいいんだよね、最終形態は身体はいないんだけど、うん、実はものすごく、いやいるよ、極めて身体的な、そうそういるんだけど、多分出し方としてね、あれでそれこそ彼も死に取りつかれた作家です、そう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 、でそれはいいんだけど、まあ見え方が違う、うん、ごめんごめん、で荒川さん、あの滝口さんどうでしょう、あれ、ね、あんまり時間なくてゆっくり見ない、あそうかそうか、まあ、ゆっくり見ないと分かりにくい作品ですよ、あれそうね、うん、ちっちゃいから全部作成、そう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 、何の話だったっけ、まあそう、まあああいうのいいよねと思っては、滝口さん、いや滝口さんやっぱりベースとしてあるからさ、やっぱりあの滝口さんね、あの親父が今ね連載してて、産経新聞で、うん、滝口さんの部屋の写真のことを書いてたけど、うん、ね、あったでしょ部屋の写真、うん、あれ、うん、ああまああのね、だから考えてみれば確かに近かったわ、うちの親父の部屋、うん、っていうか、まあ、うちの家自体がそれに近かったかな、コロ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 転がってるっていうか、うん、だから誰の作品とかっていうのもよく分からないけど、ずっとあった作品とかね、だからキャンサーも実は歴史を引き受けながら作ってるよね、まあ、まずプサがそうだからさ、僕はもう歴史しかほとんど歴史しか考えてない、そうそうそうでしょ、うん、だからそこに対して引き受けながら作ってるし、まあ、もちろんみんな作家もね、作品作りながら、引き受けながら作ってるっていうのはすごく感じる、うんうん、いや誰も俺がっていうことは意外と言わないよね、あ
そうですね、だから表に出たらね、トークとかそういう時にはね、すっごい俺が俺が俺がって言うんだけど、意外とみんなちゃんと勉強してるし、あ、僕ね、それはね、思った。だから、あのなんでね、あの、うん、ある意味でまとまった展示になったと、もっと僕破綻していいと思ってたんだけど、うん、そうそうそう、ある意味ですごくまとまったのは、俺ね、みんなね、ものすごくいいやつだったな、あの、うん、予想以上に僕の言うことを聞いたな、聞いてくれてたなっていうのが、いや、違うんだよ、聞いてないんだよ、聞いてないんだけど、もともと向いてる方向が同じやつを集めたんだよ。まあでもそうかもしれない、うん、まあもうそうなんですよ、うん、なんだけど、で、あの僕がこう組み合わせたりとか、うん、あのできるだけこう化学反応が起きやすいよ、当たりやすいように僕組んでるのよ、うん、まあね、本当はね、まあね、で、いろいろこう刺激してちょっと問題起きそうなことを言ってやったんだけど、でもやっぱりあの能力は高いという感じはあるので、ただあのまあ、あの今回僕あんまり介入しなかったんだけど、うん、こあんまりっていうか、まあ、ほとんど介入してないね、実は、うん、まあね、なんだけど、次回から僕結構介入すると思う。いや、しない方がいい。どっち？しない方がいい。これいやいやいや、っていうかね、俺思ったけど、5人と5人とも違うこと言うからまた俺が悩んできたよ。そうそう、でもね、まあいい、あのでもいい、あのどっちかに決める、あの介入するときはしっかりするし、しないときはしないっていう。いや、っていうかね、ただ制作にはしないのよ。いや、じゃなくて結局、うん、まあこれ安排じゃん。合点なんか。展覧会、展覧会として硬いところで硬い路線でやったのね、うんうん、でそれはもうやっぱ拭えない、うん、まあファインアートよね、古典的な作家たちだからね、うん、そう、拭えない、うん、で、あ、でもそれはそうよ、うん、で、うん、だからもっとやるとしたらこの硬いラインを継続していく方が、うん、あ、でも継続ってだから硬いというのもあの要するに極限までいってないってことよ、だから極限までいけるように、うん、僕の、まあ、まだまだいけたと思うし、まだ今回の展示でもね、だからあのまだまだあの、いや、そうだよ、やるべきことはたくさんあるから、俺個人的な感想言ったら、五郎君には浅布の、うん、あのまあ、殿下のコートを出してほしかった。ああ、でもその辺は僕が判断する。でしょ、うん、その辺は僕に権限をもらうけど、でも個人的には浅野の方が、いや、むしろ今の作品もいいんだけど、五郎君のあのポテンシャルの高さすげえ感じるんですよ。まあまあ、でもそれは伊藤さんよりも僕の方が見る目があるからね。あの僕それはもう僕が、いや、それそうだよ、僕が決める。うん、それは伊藤さんのよりもずっと長く僕、五郎君のを見てきて、いや、そうだよ、そこはもう僕が決めていくけどね。うん、もちろんもちろん、うん、もちろんそれは、伊藤さんが言ってるのもすごい分かるよ、うん、だからもうすごい分かる。で、伊藤さんもあのそうだ、そう言うだろうなっていうふうに、そうそう、殿下の方ものすごい分かってる。バシャーンってこうね。やった方が、うん、俺は実はもう一段階いけたんではないかなと。ああ、僕はそう思ってないから。まあ、うん、それは人間関係の問題だけどね。まあ、まあ、ね、うん、あのそれはもっとあのやっていきましょう。ちょっとなんかそろそろ質問なんで、質問なんかあります。一番質問したかったって、その気温が。やっぱなんでだろうな、伊藤さんと話すとこういう感じになるんだろうな。意外と伊藤さんと僕はあれなのかな。何？後から家帰って映像を見てまた。うん、どういう風に見えるのかやろう、うんうん、何がなんかね、ぶつかるところがね、明快にぶつからないっていう感じがあるんだよね、伊藤さんって僕、伊藤さんと喋ってるとだってぶつかる必要ないと思う、ぶつかるっていうか、ちょっとぶつかるっていうか議論の場としてフィールドを共有してないって感じが僕いつもするのよ、伊藤さんとあの真剣な話をすると。そうそうなの。ああ、でも伊藤さんは感じてないんだ。僕はね、それいつもそれ感じるよ、なんか、うん、で、多分それ、あ、まあいいや、でもそれは僕の議論の癖なんだけど、うん、相手の議論に乗っかるタイプなの、どっちかというと、はい、なんだけど僕伊藤さんってあのフィールド引いてるようで引いてないから、うん、そう、うん、引いてないと思う。いや、でも他人事だから。ん？何だ？ね、自分の作品は自分の作品だけど、いや、でも今おる伊藤と今いる状態ね、うん、俺別に違う違う、これしゃべりやだから、しゃべるの時に、うん、フィール喋るときは必ずその、うん、あの議論の場を作らなきゃいけないじゃん。もちろん、うん、だけど、うん、俺はそれを放棄した。あ、うん、いや、オッケー、放棄して、あ、で、いや、もうなんかね、すっごい考えたのやっぱりさ、うん、いや、緊張してきたからさ。あ、そういうことか。で、ただ放棄することによって喋れる。あ、分かった分かった、了解了解、うん、あ、それも聞けてよかったですよ、うん、あのじゃあ今度から僕はフィールドを作りましょう。あの、うん、僕はね、自分からフィールドを作るタイプじゃん。議論するとき、僕あの、はい、自分勝手な話してるとすごい思われるけど、僕必ず相手の方に乗るのよ。あ、で、僕はだからあの今度からあの、じゃあ伊藤さんと話すときに引く、うん、いや、だからレクチャーをするときはやるやる、俺ね、うん、いや、俺がレクチャーするときいくつかやってるんだけどさ、うん、大学とかでね、呼ばれてるときは台本作るのよ、うん、
あそうですよね。あのだって映像作ったよね。そうそうそう。プレゼンテーションを伊藤さんしてくださいって言われたら絶対台本作るし、ねうん、で逆に台本作れないとあこれはあこれでみたいになっちゃうからバカなんじゃん。そう。バカっていうかあのやっぱまあそれは緊張しいだからさ。うん、分かった分かった。台本を作ることによって初めてあのちゃんと説明できるのね。分かりました。でそれをじゃあ台本今ないじゃん。うん、今このね、うん、で時にどうしたらいいかってところで面白いね。やはりまあ放棄するぐらいの方が分かった分かった方がむしろちゃんと喋れる。オッケーオッケー分かった。だからね4人と伊藤さん全然違う。他の4人は、うん、決めたらあんまり喋れなくなるタイプなんで、だから決めないでパーンと投げた方が喋れるタイプなんで、はいはい、伊藤さんは分かりました。了解です。すごくこれは僕にとっていい、良かった、うん、なんか質問ある、なんか質問ある荻原うん、遅れてきた、うん、遅れてきた。いや俺さんは見てねえじゃん、うん、なんかね、後で見れます。見れますよ、見れます。どういう質問、どういう質問ですか。うまく見れるかは、あ、でもさ、分かんない、見てないもんね。あ、いや、あ、どうぞ、なんで先生なんですか。あ、先生じゃないよ、じゃないです。もうてか、アートゾーンっていう京都のギャラリーのお兄さん、京都造形大学のアートゾーンっていうギャラリーの、ね、まあ、スタッフとして、スタッフっていうかディレクターディレクターでとは呼ばないのか、まあ人と、まあ、職員ですね、職員として働いてる、うん、だから役割的にはなんか先生とあの学芸員の間ぐらいな、うんうん、感じだな、うんうん、が一番近いかな。だからなんか一応なんか学芸員っていう扱いで大学で認めてくれへんかっていうことで申請したけど、美術館じゃないから無理って言われて、あ、そうそうだよね、確かにそうですあ、まあでも登録しちゃえばいいんだけどね。まあでも登録する必要がない、うん、ネットブサイからしないってことだ。だからまあちょっとその間にいる人っていう。他なんかあります？なんかありますか？小説は読んでみたいと思ったんですけど、あ、はい、なんか購入とかしてる？いや、全くしてなくて、ね。なんかできればいいじゃん、Kindle で売ればいいじゃん。ね、Kindle でも iBooks でも、いや本当そろそろしようかなと思ってて、17の時に。うん、それ僕ね、結構前にその話も、ね、しましたもんね。電子書籍で売ろうよっていう話も。本当に人格疑うから、周りがね。うん、疑う、だからね、疑われるから。違う、っていうか、でも疑われない、もうこれ以上嫌われないんじゃない、京都で。嫌われてないで、伊藤さん、伊藤さんね、東京ではね、すごい痩せてる。多分伊藤さんがいないからだと思うんです。で、そう、思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 う、それだし、東京の作品をディスらないから、京都俺よくディスっちゃうから。あ、だって伊藤さんすげえ面白かった、ツイート書かれてましたよね。なんか、ダメ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 、でもこれ聞いてたら、本人聞いたら喜んじゃうから。あ、そっか、ごめん、そのツイートなかったな。かそのツイートなかったの。いや、だけど、ちゃんとね、ゲストで、まあ、ディスったよ、確かに。ディスったりするんだけど、ちゃんとゲスト呼んだら真剣に、そうだね、真剣に批判っていうか、もう面と向かって、こいつがどうすればより良い作家品作れるかっていうのを喋った人に関してはいいんだけど、そこにいなかった人たちからは多分すごい怖がられてるな、そうは思いますね。だから作品でも、いやでもちょっと本当に小説でも Kindle で100円ぐらいでちょっといいんじゃないですかね。まあ、いや1000円でも買ってくれるからいいの。いや、買う人は1000円で買うと思います。買う人は1000円で買うよ、うん、だからまあ1000円、2000円でいいと思います。いや、まあまあまあ本当に短い作品で、で、ちょっと経緯説明すると、17歳の時に僕15歳は本読めなかったんですよ、まあ、漫画しか読めなくて、で15ぐらいに本読めるようになって、小説読めるようになって、すんごい本読み出して、授業中全部本読んでたね。へ、小説ばっかずっと読んでて、今度もう一回冷房つけてもらう。あ、そうね、あ、そうね。で、ちょっと温度とかに、で、あ、で読んでたら、あ、これ俺書けんじゃないのかなと思って、で、その次に、で、ガーッて書いたわけで、書いて、それが文学界新人賞っていうのを最終選考に残ったの、ね、よ、うん、だから取ってたら、蹴りたい背中よりか先に俺ちょっとなんか文学界か、文学界。だとしたらそれはもう本当に芥川賞いった感じ。そうそうそう。でもやっぱ最終選考で全員の表現全員から罰もらって、まあ、それはもちろん作品としてダメだっていう、まあ、それはもちろんそれでね。だけど小説作は何かって言われたら絶対それなのに、うんうん、そうそう、全員から罰もらったっていう、うん。
あれはやっぱり面白いよ。自分かとかで、やっぱ経緯の説明とか、まあ、そのないか、この辺は。ないあります？伊藤さんが怖いものって何ですか？怖いものですか？いいし、お金です。あ、これは人を変えるからな。あ、怖いものってなんだろうな。いや、人並みにいろいろ怖いですよ。ビビリですね。ではなく。あ、なんかきっとそうなんだろうなと思ったんですけど、うんうん、死の先の世界はないと思ってるとか、うんうん、そのなんて言えばいいんですか、ご遺体触るとかってすごい。私は怖いなと思うんですけど、それまでできるのに、なんで人前では台本がないと喋れないんだろうって思ったんですね。あ、多分怖いものがなんか結構違う感じがして、どんな本当に怖いものって聞かれた時に、どんなものがなんか生きてる人間の方が怖いみたいな、あ、そうそうそう、単純な回なのか、なんかもっと本当はもっと怖いものがあって、それがなんていうのかな、なんかこうたくさんの意識が怖いのか、ただただ単の対人の位置が怖いのかみたいなのを考えたときに、本当に怖いものは何かなと思って。なんだろうな。それ言い出したらやっぱ人なんですけど、そうです、うん、人になっちゃうんだけど、なんだろう、僕なんか、また僕の中学生みたいな話だったんだけど、すごく天然パーマで、僕がね、で、まあすごくバカにされたわけですよ。まあ言うね、あの時ってさ、すごいストレートが流行ってて、ストレートヘア、はいはいはい、キムタクとかが、キムタクとかが、ちょうどワンレンで、ワンレンでなんかツーブロックで、うん、でその時に天然パーマで、まあもじゃもじゃさせてたら、やっぱすごいもんね、伊藤さん。そうすごい、本当にアフロなのね。ぐらい天然パーマなんだけど、天然パーマって言っていいのか分かんないけど、天然アフロぐらいの、そうだね、トリップみたいな感じの、まあ可愛く言ったんだけど、テンプみたいな感じになっちゃうんだけど、でやっぱすごく強烈な劣等感だったり、僕自身やっぱり体もちっちゃいし、そうで、まあ、決して男前でもないし、強烈な劣等感っていう、まあ、身体的にねに対してあるから、それは、周りの目線だったりは怖かったかな。でもそれは克服したのかな、まあ、今言ったいろんな手法によって克服したの、うん、例えばプレゼンテーションだったらしっかり台本を作って、本当にこんにちはっていうところから、最後のありがとうございましたみたいなところまで全部打ち込まないと気が済まなかったりっていうんで、こういうところで喋るときは自分っていうものを完全に放棄するとか、まあ、お酒飲んだりとかっていう意味ではあるから、やっぱり人だって人の目線に対する恐怖とかはありますね。でも特に新作発表するときとかはもう怖くてしょうがなかったり、でもすごい普通の話なんですよね。普通の人だっていう気する。いや、そう。もう普通の人ですよ、ね、うん。むしろ普通の人でっていう感覚をすごく大事にしてる、うんうん。僕の作品は常に自分の母親をターゲットにして作ってるんですよ。うん。うん。まあそれちょっと変えようかなと思ってるんですけど、自分の母親だったり。一般のって言い方はね、美術に関係ない人が見てもちゃんと理解できる、楽しい、まあ楽しいとかないけど、ちゃんと作品として成立するようにっていうのは心がけてますね。まあでもすごい、うん、でもいい話だったな。うん、うん、ありますか、何ですか、後で、いいですよ、個人的に言ってください、ちょっと感想で、いいです、はい、誰もいないときにちょっと見させていただいたときに、今の話でちょっと通じる感じもあって、はい、花澤さんとか昨日とか、ちょっと皆さんが集まっているときに、はい、身体が、まあ、絶対的な他者って身体ですよねみたいな話をしているときに、うん、そのであ、そういうふうに思われます、だけどやるの、本当に。自分が融通の利かない体が全然融通の利かないし、本当に他者って言えば身体みたいなところをちょっと踏まえると、まあ、あと他者が怖いとかね、踏まえてこれを見ていた時にすごくずっと見ているとすごく面白いなと思ったのは、その他者である身体を正直に当てて聞いてるわけです。聞いた音をまたトントントンとやっているっていうのは、
なんかその要はその恐怖というか、ね、まあ融通が効かないものに対してまたそれを自分でこう、うん、自主的に叩いていくのが、うん、なんかこう完結してる感じがして、うん、それがなんかすごく自分の中でモデルみたいな感じですごくいいなと思うんですよね、はいはい、自分で、あのまあまあ、おそらく対象として体があった時に自分でこう、うん、自分が介入して、でもこのお肉を叩いてるのは自分の、それが私が見てる方法からすると、うん、その体だけが何か叩いて、自分叩いてても、そうそう、肉っていうのが途中に挟まってるから、余計これが体みたいな感じ、ね、うん、そうですね、その、うん、なんかぐるって回ってる感じが、なんかモデルみたい、なんかのモデルみたいで、全然説明はできないけど、うん、なんか自分をこう、なんかそういうとこ、そういう感じの時に自分が、落ちた時とかね、なんかそれをなんかもう一回ここに思い出すと、なんかすごく、それはなんかお坊さん的な感じだけど、あのすごくいい意見だなと思いまして、はい、やっぱりすごく循環してるんですよね、うん、おそらく仏教的って言われるのもそういうのがあるかもしれないんですけど、自分のと聞いてこう言って、今度はまあその叩いた音を聞いて自分がそれに合わせてだんだんシンクロしていくんですね、うん、叩いてる時は、うん、だからそこに対してこう行為としてはすごい閉じた中にあるっていう、うん、でもそれがたくさん、これがまあ死ぬまで続くとして、うん、できればあとまあ60年ぐらい行きたいところなんですけど、うん、まあ、ずっと毎年続いていけばおそらく縁になっていくと思います、ね、はい、で僕が死んじゃった時にやはりこの作品もある意味はちゃんと完成するっていうのがあって、それに死ぬことによってまあ閉じられるというか、しっかりと出口が下がる、うん、なんかそれを例えばおじいさんの話で、うん、それがなんか死んだら終わりっていう状況でそれがあるのがなんかすごくね、はい、しっくりくる、まあまあまあね、うん、そうですね、なんか別にそこは別なのに繋がってくるというよりも、うん、そのものが見えてる、そうですね、そうなんです、そうですね、まさしく感じてすごくいい、うんうんうん、発してられてる音でもう終わりみたいな、うんうんうん、とは思いますね、そういう感想は感想、うん、あ、いいよ、ありがとう、うん、まあ、そうなんです、僕はね、仏教的って言うけど僕は相当変な仏教のこと書いてあるよね。僕が書いたのに、ああ、伊藤さん読んでないかもしれないけど、これね、読んでもね、めちゃくちゃなこと書いた。伊藤さんの一番めちゃくちゃ、ただ僕は、なんとなくそんな気がした。ただ、ただぶん投げたよ、俺、最後に。向きって言うとね、向きって言って、伊藤さんがじゃない、ブッダが、うん、ブッダが答えなかった問題問いっていうのがいくつかあるんですよ、うん、まあ、死は本当にあるのか、うん、生きているとはどういうことかみたいなね、そういう問いがあるんだけど、その中で、まあ、死とは何かっていうの問いなんだけど、まあ、死と死体は違うのかっていうの問いがあるのね、これも答えなんですよ、うん、で、毒屋の例えが来るわけね、毒屋の例えでしょ、毒屋の例えってブッダがあるんですけどね、毒屋に刺された男がいたと、でそれ書いてるんだけど、それをね、これは例えばね、毒屋がこういうふうに避けようと思ったらバーンと刺さっちゃったわけですよ、はい、でなんで私に当たったんだろうか、それを幾何学的に計算したりしたらね、うん、なぜ当たったのかというのを理解できないじゃないですか、うん、だから幾何学的に非常に細かく計算しなきゃいけないとか、あとどういう毒がここについてるかとか、うん、分からないじゃん、うん、まずこれ分析しなきゃいけないとか、うん、そういうことをね、医者が来たんだけど、うん、どういうふうに俺は当たったんだとか、ずっとその患者が聞き続けたわけ、うん、そしたらそいつ死んじゃったと、まあね、ね、毒屋だ、そう、うん、だからっていう例え話を言うわけよ、だからお前が聞いてるのはそういうことだ、うん、だから毒屋が刺さったんだよ、まず抜けた、うん、はい、ブッダは、うん、でただそれだけしか答えないわけよ、うん、つまり何も答えてないわけね、結局、まあね、まあね、まあ要するに動けってことなんだよ、でそれに対して伊藤さん、まあ、要するにこれはあれですよ、死と死体の話でブッダは言うんですよ、うん、でその時に多分伊藤さんの作品の中に何か答えがあると僕は思う、うん、からね、まあ身体と生命は似ているかっていうと、いいか、正確に言うと身体と生命は似ているか、ね、
まあ、身体と生命は同じか、うん、で僕は身体と生命は似ている、うん、でどのように似ているかは伊藤さんに聞いてくれと、うん、まあねということで、そこの問いまでは僕が作る、うんうん、より明快に。いや、そうだよ。したがって伊藤さんに答えていただこうと、今後も答えていただこうと思います、うん、でもそれ答えられるのは作品で、うん、だと思います、うん、言葉ではない、はい、言葉ではなく作品だと思うので、これからより明快な答えを期待しております。そうですね、花瀬さんにも期待します。はい、わかりました。という感じですね、ということで、これで、展示は最後、展示は終わりになります。そうですね、まあ、これからもね、うん、キャンサーはまだまだ増殖、そうですね、していきたいというふうに思っておりますので、これからも見ていただければと思います。皆さん約1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございます。伊藤さんありがとうございました。